一番実感がないかもしれない3日間もやるのに3日間もやるのにええー、あと240時間って時間にするとすごい短く感じるね一番今までで実感がないかもしれないまだ終わってないですよ やたらすごいあやっとこうチームで活動してるな感はずっとあるんだけどなんだろうなやっぱコロナとかもあるからあんまり全体でっていうのがないからかもしれない全員でなんか結構今までのコンサートリハってもう何日も。 もうなんかすんごいレッスン上に人がいてみたいななんかもうみんな毎日レッスンいるって感じだったけどレッスン上いてでみんなで円になって臓器で集まってご飯食べてるっていう感じだったけどマジでチームの人にしか会ってない <laughs>。 逆に何かそう全体コンサートだけどチームコンサートするのかなみたいなぐらいそうチームの人にばっか合ってるからだからかもそれがいつものコンサートと違うんだと思う、うん、コロナ対策なのかななんかさチームごとでまとめてやってるからだと思うそうだね前回そうそれで結構 中止になっっちゃったから全体の集まりが全然ないからもちろん私が行けてないっていう時もあるんですけど私がそう学校行っちゃったりとかしててみたいな時ももちろんあるからそう全く全体集まってるわけ集まってないわけじゃないんだけど私はそうそんな感じだから。 今回はあのめっちゃ下手ですめっちゃ下手って日本語おかしいな下手の席が来たら皆さん当たりだと思います下手側上手側よりかは下手側割り利はねちょっとまた別。 うんちょっとあんまり把握してないからちょっと適当なこと言えないけどなんかなんとなく下手側の方が多い気はするあでも全然そう全部が。 ね、下手にいるわけじゃないからそううん。そんな感じがしました分かんないちょっと私だって今今「はいどうぞ武道館ですじゃん」ってされても あのなんもできないないも,もう半分以下ぐらい3分の1ぐらいしか踊れないからなんかだからちょっとこうやって「しも下手かも!」とかって結果なんか上手も全然いくみたいなパターン普通にあるからあんま信用しないでくださいパッ,と見パッと見の印象ねだし全く上手にいかなわけじゃないし。 だからなんでそうあ下手だなって思ったかっていうと大体そういつもそう外周って紙で言ったら「はい下手次紙ではい下手」みたいなのがそう普通だったからそう考えたらおおと思ってまた新しいかもって思って。 一番面白かったのは本当なんかメンバーってマジですごいなって思うけどその去年のさピアリの単独婚の時にさなんだっけなんか峯岸さん卒婚と単独婚でなんか曲かぶりがあったんだけどなんかなぜかその2日間でなんか謎の上下の位置を逆転するってなんか謎配慮をしてくれて。 でみんなも上手の売りも下手の売りもどっちも覚えろ言たい後ろの人たちマジで一番カオスだったあの時がなんかみんなもなんでこれなんでこれみんな逆覚えてんだろうみたいなたすごいよねなんかそれがみんな ななんか、なんでだろうって思いながらさなんでだろうって思いながらみんなできてるからやばいよね。後ろ後ろ,後ろでエイちゃんがねぐわーってなりながらやってるけどね。なんかね謎の結束力が生まれるんだよなんか <laughs>。もはや。 あ映像そうかコメンタリーで言ったそうそうそう懐かしいコメンタリーでそういうのがなんか今回 VR とかで見れるからめっちゃよく見分かるわかるかもいつもね楽しいんですよでもそういうのをなんかこう外周の盛り上げてくれてたのがめおさんとか大家さんとかだったから その2人もういなくなっちゃったから卒業されてしまったのでねちょっと寂しさはあるそのいつものその感じがもうしてくれてた先輩たちがもういなくなっちゃったって寂しいよねすごい実感すると思う。 めめちゃめちゃゃムーーードメーカー盛り上げてくださったそうなんかこういうさコンサートとか大きい箱になった時にもう余計にそういう先輩方卒業されちゃったね先輩方その2人だけじゃないけどたちの存在がすごく実感するんだろうなって思う。 楽しみすごい外うるさいねちょっと閉めようかうわははだからね楽しみにしててくださいすっごい聞こえるなんか声が響くんですよね あ、衣装、そう今日フィィッティングしてきたんですよそう、いっぱい衣装来ましたその、3公演あるから衣装もいっぱいあってそう、めっちゃ可愛かっためっちゃ可愛かったしなんかそういろいろ楽しみにしててほしいですこの衣装かわいいとかなると思う かさコンサートってさ結構いつも同じやつって着ないじゃないですかこのコンサートだからこそ見れるなんか衣装とかだったりするじゃないですかもうめっちゃ AKB って衣装いっぱいあるからだから私もうねもう初めて着るやつばっかりって感じとかリカーリカーで。 エモいみたいな感じだしそれがリクわ音の醍醐味だと思うんだけどリクわ音の醍醐味はそのなんかエモさふ普段のコンサートではさもう私が出る曲以外も含めてもう絶対にオリジナルのやつ着てくれるじゃないですか着てくれるなんかか結構さコンサートとかで ことがあってもそのオリジナルの衣装を着てやるってそんなないじゃんでもリクアワだけはちゃんとそのオリジナル曲のオリジナルの衣装を着てやってくれるわけじゃんっていうのがめっちゃいいよね「18秒音楽」「ティー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 リリ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  なんか楽しみにしててほしいです私も写真撮りたいと思ってもうパチモンでしかないから絶対ダメですよ私の <laughs> リク<カ>ワの <laughs> リクワの曲私の使ったもうダメすぎる楽しみ も楽しみです。え君た君か初じゃないんじゃない？初じゃないですよ。 私はその AKB だけで行かれたときにみんなが青春ダカーポを入れてくれたことがもうめっちゃ嬉しくってそれがもう一生の思い出です思い出です信じられないぐらいうれしかった最初に聞いたときにパッて目に入ってまさか入ると思わなかったから マジで嬉しか,ったかねそう今回もリクアはどの曲が入ってるのかとか楽しみにしててほしいなって思います30曲披露しますので。 そう同率49位ださ、だからさ普通に考えたあと2人投票してくれなかったらさ落ちてたかもしれないわけじゃんもうなんかそういうのもあって震えたで同率49位だったってことはそんななんかその辺の差がなかったってことじゃん票数にねって言われるとなんか余計になんか1票の重みをすんごい感じた瞬間だった 今回もね、きっとそういう1票の重みが強いランキングになってると思うのでこう楽しみにしててください1票大事ですよなんかいやまあこの1票いらないかなーってさあ思,う思ったりしちゃうけど。 なんかそういうのをさ目の当たりにするとさうわこの一歩入れといてよかったーってなるよね。そうあとね一個聞いてほしい話があって私昨日あのもう急いでたんですよそのお仕事の予定があってめっちゃ急いでたんですけど目薬を忘れたことに気が付いてでまあでも 今日の今日の仕事もうここから目薬ないのきついなと思ってでも急いで歩いてたんだけどあのそこにあったドラッグストアに入ったんですよ。でもブワーって急いで目薬買って一番もうなんかそのもう一番安いやつでいいやと思って一番安いやつパッて買ってでハッと思って見たら。 あのコンタクト用じゃない普通の目薬買っちゃってさこうやってもうたーと思って引っかかったーってマジであれ難しいあのコンタクト用のやつと違うやついや引っかけめっちゃパッケージは似てんので引っかかってうわーってでももうさそうなんて かしかもね、気づいたタイミングが、買ってありがとうございましたってなって、こうやって私が、もう、もうすぐさしたかったから、パッカって開けた瞬間に、あ、待ってってなって。これ、コンタクト用じゃないんじゃないって思って、くるってひっくり返した時に、コンタクト用じゃありませんってなってて、そう開ける前だったらまだいけたと思うんだけどそう、開けた瞬間に気づいたのよ。 だから「もう,うわやってしまった」って思ってもう絶対返品できないじゃんもう開けちゃったらそでももう買っちゃったからもう一個新しいのを買う気にもなれずもうそれ刺しました <laughs> でも潤いました目は。 そうか何がダメなのかあんま分かんなくてそうなんか,うなんかでも注意書きみたいなところにあのソフトのコンタクトレンズを使ってる人は使わないでくださいって書いてあるんですよだからまあ基本使っちゃいけないんだけど コンタクト外してないう待ってコンタクトの話してたからなんかコンタクトが乾いた感覚だったコンタクトなんかくっついててよくなるしやだーなんかそれなんかそんな気持ちになってくる なんかそういう気持ちになってきた <laughs> 私さマジでなんかなんだろう気持ちタイプそう病は気からタイプすぎてそう言われるとなんかそんな気にしてくるなんか昨日よりも今日の方が目にコンタクトが張り付いてるような気がするみたいな。 でもそうそれはもう本当に応急処置だったから1回しか使ってないのよもうなんかその目薬は本当にラガン用にしましたラガンでいることの方が少ないけどでもこれワンマンスのコンタクトなんですけどもうワンマンス終わるんですよもう今日が22いくつ今日 27だから27だから今月は30日までですよねあれ31日も30とかかあと3日とかなんですよだからまあいっかって思ってでも今日問題なく使えてるしいいやーと思って使ったけどなんか。 あーもう持ちつけなみーんと思ってコスパいいです1か月よ1か月よそうなんかもっとカピカピになっちゃうのかなって思ったんですけど意外となんか多分去年なんか一時期私すごい目弱かった時があったんですけど そのなんかドライヤーっぽかったのを治ったのであんま気にせずしてますなんかむしろそうなんかワンデとかよりもなんか乾きにくく感じてあ防腐剤の成分が違うから非コンタクトに入って防腐剤コンタクトに悪いんだってなるほどね 毎日外してるよもう,もうこれ終わったら即刻外しますよなんかねなんかなんかさ抗が眼水みたいな,なんか低眼水とかあるじゃないですかコンタクトって。それのなんか私びっくりしたんですけど低眼水の方がこうドライアイの人とかは向いてるらしいんだけど。 でなんかが眼水の方がなんかこう、まあ、コンタクトあんまり慣れてない人とかそういう人に向いてるよみたいなそうなんか感じらしいんだけどそう私も低眼水の方がダメで。 何人使ったら x 一番出しようか。<laughs> マジで。メガネ姿たまにメガネで配信したりしますよ、たまにですけど。それ低眼水のうがダメで、まあ、それこそ去年舞台やってた時に、そう、低眼水のワンデーのやつ使ってたんだけどね、最初の方。なんかもう、感想がすごくて、なんか一膜と、 2幕って分かれてるんだけどもなんか1幕の終わる終わる終わりの方でなんかずっと止まってなきゃいけないっていうのがあったんだけど止まってなきゃいけないけどそのその時ちょっと正面落ちてるんだけど落ちてたんだけどマジで目が乾燥しすぎてもうちょっと正面落ちたらずっとまばたきしてたのだから私もこれダメだと思って。 てい水のコンタクト <laughs> 合ってないと思ってでも途中からも舞台期間も,もうツイーク、まあ、その当時はツイーク使ったからツイークのやつに変えてたんだけどなんかまあ舞台の上って余計乾燥してるじゃないですか AKB のステージとか結構さだったら動いたりとかしてなんかそういうなんか 止まってるみたいなことないんだけど <laughs> その舞台でちょっと違うじゃん。で,でもなんか <laughs> そうそれですんごい感想を感じてあそうコンタクト取れそうになる感覚にもなるから怖くてそれ結構もう瞬きもあんましちゃいけなくてこうやって止まってなきゃいけないみたいなストップモーション系だったから。 にもなんか気になっちゃって気になっちゃってでなんかそうやってめっちゃまばたきしてる自分にも結構じわっちゃってだからもうそっからあの抗がん水とかまあまあその時は追加のやつしたりとか、まあ、抗がん水使ったり。 変えてだいぶマシになったんだけど私もともとまばたき多いから「エキビモバイルの9月の待ち受けメガネナーミン」だってステージ上暑いですよ劇場特にすごい暑いですあの照明が近かったりするまあでもちょっとマシになったけどね 何サイン入りコンタクトとかこんなんじゃん写真の時はあのいけるなんか 劇場でさ集合写真撮影するじゃんそういう時とか私めっちゃまばたきしないから見ててほしい写真とか強いのあんま瞬ばばたきしない生写真撮影とかの時もそうなんだけどまあでもあまりにもまばたきしなすぎてかわいいってなんかもうんかコンタクト取れそうになる感覚になったりするけど写真は得意なんだけど動画が苦手で。 そうお話ツーショット写真とかあのワンショット写真とかなんだっけもう絶対まばたきしたらもう申し訳ないもうみんなハーメンの写真でさうんってなっちゃうからさもう絶対まばたきしないそう意識してあと何秒やればいいって言ったらいけるんだけど基本まばたき多くてでも今日あの皆さん見ましたあの アイドルミュージカルのあのキャストコメントが上がったんですけど見たみんな「いいね」とリツイートしたみんなしたあやばいやばいやばいなん,かなんか手に巻きつけちゃってそのままちそちゃリツイートと。 いいねした <laughs> いいねはしましたリツイートもしようよ。見たみんな。 いやリプもした優秀だよリプもしたありがとう <laughs> 今日中にリツイートしましたが忘れる人の一一セリフだよ <laughs> そう明日い,い、ね、島様そんなのもう絶対しないもう,もう今行ってきても今今もう見なくていいから今のショールームこれ <laughs> 30秒待つから <laughs> ゆずはちゃんかわいいってみんなリップしなきゃ。<laughs> そ,うそれでさあ,うあのできたらそれはしない人のセリフなんだって後 <laughs> 派でだって <laughs> <laughs> そ,うそれでそ僕の内容の話したかった 感動がさ、私さ、なんか、信じられないぐらいさ、緊張しててさ、私あんな自分が緊張して喋ってる動画なんて、久しぶりに見たなと思って、なんかなんなら、いやもう、記憶にないぐらい、あんなに緊張して喋ってる動画が世に出ることが。 私もそうだいぶさもうこんな活動してさ5年ぐらいになってなんか結構そんななんか緊張したりとかしないしあでもあれ一発撮りで OK だったんですよ30秒ぐらい喋って。 撮りだったんですけどなんか絶対一発撮りでやりたいっていう気持ちもあったしなんか2回やるとなんかちょっとなんか逆にうまく言葉が出てこなくなっちゃうからもう絶対一発撮りが一番いいと思ってて喋ったけどマジでもうなんか顔も緊張してるしもう声のトーンもなんかいつもに増して低いし。 まあ元から低いし、他のキャストさんが高いから余計に自分も低く感じるんだけど、そうなんか、なんかマジで自分が暗すぎてびっくりしちゃった。し、なんかこうやってさ、撮ってさ、喋りながら、やばい、なんかずっと同じこと言ってる気がすると思って。なんか感覚的には同じこと3回ぐらい言った気持ち。 <laughs> ああもうどこどこに着地しようみたいなそう。ちゃ引きつってたそうはじめ優等生は確かに。 そうだからあまあ確かにこう撮ってくれるスタッフさんとかもまあいつものお世話になってる皆さんとも違くて初めましての皆さんだったしそういうのもあってもうなんかいろいろ初めての空間だったから緊張がすごすぎてなんか <laughs> す,すごい上がるのが怖くてでももう絶対今日来るだろうなってもう分かってたから。 昨日の時点でそう人上がってたから絶対次だなってもう絶対今日って分かっててドキドキしましたでも動いてる柚葉ちゃん CM でちょっと一瞬映ってるけどリプししまたあんかこう,ししう,かこうちゃんと動いてなんかしっかりその私だけが動いてる映像っていうのは今回が初めてだったからさ結構よく制服の上半身の感じが見えたりとかするのもねすごいリボンが可愛いんですよ。 いろいろパッチンがついてたりあれパッチン映ってパッチンじゃないけどピン映ってる映ってない映ってたっけな？ありりろり。 そうめっちゃ幼く見えますよね私も自分でそう思いましたなんか自分幼いと思ってそうなんか若返ってる若返りました <laughs> メイクと髪型とお衣装のおかげで若返りを果たしました 久しぶりにそんな,なんか緊張した動画メイクはもうめちゃめちゃ薄いですもう全然やってないですメイクち羽根幼く見える確かに外ょっ羽で幼く見えるっていうのはあると思うしメイクの薄さとかでもそうだと思うしまあ服装とかもあったり なんだと思います。今日もドキドキしちゃった昼。昼の十二時が緊張しちゃう。あ、チークはすごい濃かったです。あの写真で飛んじゃうから。そう写真で飛ん、血色が飛び、飛びすぎちゃうから。 チークだけ濃かったなおちゃんわかるなんかなおちゃんの時よりも今の方が幼くめ髪色かななおちゃんやってた時より 髪色がさらに暗くなってるからかもしれないけど、そう同じ外羽のはずなのに幼く感じる髪色かなと思った。 スメラギスメラギの読み方ですかスメラギですここになんかずっとね虫が飛んでんの虫あちょっとテカってるちょっとアンパンマンみたいだよねここが <laughs> でも私ってなんかここすごいテカるんですよ公園とかもそうなんだけど ここがねでかりやすい自分の顔。テカテカになるちゃう なんか普段も劇場公演とか必死でここでからないようにまあもうそもそもでもねそもそももうメイクの時からテからないようにってめちゃめちゃすごい下地に時間かける人なんですよだからもう私も多分メンバーの中でもメイク始めてから色に取りかかるまでが一番遅い気もする。 みんながもうアイシャドウとか塗り始めてる時にまだベースやってるでもベースが終わったららそこからは早いんですよ完全にテカらないっていうのも難しいけどテカりづらくするってことはできるから一生懸命メイク。 してますメイクって面白いですよ、ね、なんか女の子の特権だなって思いますメイクがこうやっていろいろできたりするの楽しいしなんかああもっと上手になりたいなって <laughs> カーテン閉める。 夜はカーテン閉めますよ下地は今ランコムとムーのスキンスムーザー ラネージュのなんかねグローアップセラムみたいなものめっちゃ使ってるんだよねあそう大丸さんとそう大丸さんとイケビがコラボするんですよその PR 大使用鈴葉がやるんですけどそうすごいですよねなんかめっちゃね魅力的だなって思ったなんかこう。 自分がさまだイケビのファンとかだったらさなんかおしゃれのメイクさんにさ髪の毛やってもらえたりとかするんでしょやばーと思って「めっちゃいいその体験企画」みたいなうちらがいつもやってくれてるメイクさんがさヘアメイクしてくれるんだよ そう、大丸東京店さんそうですあそう申し込みいるけどすごいよねとかなんか私もあんま詳しく分かってないんだけどあんま詳しく分かってないのにしゃべるの怖いなちょっと何なんだろうちゃんとちゃんと調べようそうなんかそのメイクのやつを見てえー、すごいって思ったんだよね スズハのとこから行こうスズハ10月の5日からだ10月の5日からで AKB メンバーが大丸東京店のショップや商品を紹介する動画が62本そうスイーツとかコスメとかを紹介する動画が10月の5日から公開されたりとか。 あとはあお弁当とかお惣菜とか対象の場所で買ったら動画レター対象ショップでお買い上げの方に AKB48 メンバーからのメッセージ動画が見られる二次元バーコードの入ったカードを1枚プレゼントします。 あメルヘン対象じゃんメルヘンってめっちゃ美味しそうなフルーツサンドあそうでこれがおされさんのやつだおされさんのメイクをできるやつと。 トレカが当たるそうそこな感じでごめんトレカが当たってああと衣装展示もあるえしかもさ衣装展示するさ衣装はさファンのみんなのアンケートで決まるんだっておそれはまだアンケートやんないのかなまだっぽいすごくない 衣装展示みんなが「これが見たい!」ってやつ言ってそれの人気のやつ見れるんで「衣装なみにどれかあるのかな分かんないそういうのもなんかまた始まったらこの動画は誰の動画でとか出るのかな とりあえずね開催はまだ先ちょっと先あと1週間後とかなのでちょうど10月の5日になったらもうちょっと詳しいことがわかるんじゃないかなって私さあれがまた欲しいんだあの AKB のさ衣装本あったじゃないですかその5年前ぐらいにちょうどね私たちが入ったぐらいの時にちょうどあったと思うんですけど あ衣装図鑑かそうそうあれめっちゃいいじゃないですかあれからまた5年経ってさそう、新しいやつ新しい衣装もいっぱい増えたじゃないですか5年間の中でまた欲しくないあれガチで欲しい。 あれマジでいいよねえー、そう第二弾絶対作れるぐらいのそう衣装の数あると思うんだよね。って思ったり。 あー20周年確かあれも10年とかの時に出たやつだっけうう確か ?20 周年の時に可能性あるかもね。 衣装ミュージアムねマジわかるやってほしいよねでもなんかさまあそういうことなわけじゃん今回大丸東京店さんでさもう12着そう見れるわけじゃんそれもすごくないなかなか衣装展示って最近なくなっちゃったから余計に。 見たいい衣装って可愛いよねもう本当に今日も衣装いっぱいフィッティングしたからそう思ったけどマジですごいなんか私はすごい印象的な衣装があってそれのなんか。 話を衣装さんにしたら「いやよく覚えてるね」って言われてそれぐらいそこ印象的だったりするわけようおされさんの衣装マジですごいからなんかこんなの手作業するのみたいなところとかまで手作業したりするから結構よくそうおされさんがこうやって。 いろんなもの切ったりとか作業したりとかするところとかもちょいちょい見たりとかたまに見たりとかするけどあっそれ手作業なんだみたいな,な結構さここプリントとかでもできちゃうようなことをさとかそうなんかもう生地売ってる生地からとかできたりしちゃうのをさもうほんとにすごいよね。 おさ,れさんの衣装ってマジで見たら分かるすぐはいこれおサれカンパニーなんか何が違うんだろうって思ったの私オサレさんの衣装ってなんでこんなに分かりやすいんだろうなって思ったのはまあ基本的な腰の位置はすごい高いもう全部基本ハイウエストの衣装になっててあとこうなんかスカートとかのこうひだのつけ方 なんかこうスカートの生地感とかもこうペラっぽく見えるなんかこう薄めのデザインとかでもなんかこうしっかりプリーツみたいなのが入ってたりとか,なんかこうペターンってなりすぎないような形になってたりとかするしあとはなんかこう一番う印象的だからまあ これだわって思ったのは、ここの肩。肩のこの切り返し。ここ、服ってさ、ま、ここ、ここで絶対切れてるじゃん。ここ絶対縫ってると思うんだけど、結構、ま、普通のね、こう、衣装とかてさ、普通にま、こうやって、こういう風にさ、パッてつなげちゃうじゃん。こういう、服って。でも、お猿さ,さんの衣装ってだいたいこの肩の切り返しのところ、ここが、若干、 ててなってるのここもここここマジでも0 5ミリぐらいなんだけどここがちょっとフワッてなってたりとかやっぱ袖の形がおしゃれさんって特徴的だなって思う。 あそうでいろんな生地をね合わせたりとか、まあ、とにかくスタイルよく見えるよねなんかそう私とか結構自分はどう長いまあどう長いんだけど実際でもみんながさ「いやなみんそんなことないよ足めっちゃ長いじゃん」ってみんな褒めてくれるけどもうそれは <laughs> マジでおされさんのおかげなわけ全部が。 そおされさんの緻密な計算によりえそう実際よりもだから私服の時よりも衣装着てる時の方が足長く見えるわけよ足長く見えるし私服の時よりも衣装着てる時の方がスタイルよく見えるからそれは本当におされさんの細かいこだわりだなって思う はい、あとはなんかさ色味生地の色とかもすごいなって思う,うなんかねずーっとこの辺飛んでるやつがいる、ね、も捕まえらんなかった。 あそう水滴ーマーマレードとかねあの衣装とかもすごい上で履いててであとなんであれ細く見えるかってやっぱこうスカートがこう広がってるんですよ。広がってるのもなんかただなんかこう,こうバレリーナみたいにこうポーンって広がってるわけじゃなくてなんかいい塩梅でこうね自然にバレリーナっぽくなんか見えないぐらいの。 広がりがりあってあの多分バランスが一番足が細く見えるんですよ広がりすぎず広がってなさすぎずっていう。とかあと私もねびっくりしたのがあの「アイドルの夜明け公演」のアンコール衣装って新しい新衣装なんですけど髪飾りに B って入ってんの全員。 ただの星の銀の髪飾りに見せかけておいて B って入ってるのよ青空ェとかもそうあれもう本当に最高の黄金比率そう髪飾りに B 入ってるのよとかもうか ね、なかなかもう言われないと言われて見ても気づかないぐらいのなんかさ細かい部分なんだけどそういうところもさこう手抜かずにさしっかりなんか作り込んでるところでマジで「おされカンパニー」すごいとだからさおしゃれさんのさインスタとかもあるじゃないですか そういういのもマジでテンンション上がる AKB だけじゃなくていろんなさあこうイコラブさんとかのもやったりしてるじゃんおしゃれなそういうのとかもさあマジで可愛くての意味ーとか最近すごい上がってるけど最近そのその,その最近今日とか昨日とかに上がってたさこの イコラブさんのなんか長女みたいなやつかわいすぎてこういうのもなんかさ細かいところまでさおさるさんインスタやってくれるようになってからさめっちゃ見えるようになってめっちゃいいよねあそうですよミュージカルの制服もそうですクレジット出てると思うんですけど おさ,さんですめっちゃ可愛いでしょ去年のレコータイ分かるこれマジでさここのおされさんのインスタ見てるだけでなんか一日過ごせるマジで可愛い あれもマジで可愛かったななんかその意味のさおじゃま嬢の舞台やってたじゃないですかそれの衣装マジで可愛いおじゃま嬢の衣装がマジで可愛いすぎて天才的に可愛いほんとすごいよね でもなんかこうそれぞれやっぱグループのらしさがさしっかり出てるのがいいよねなんかこう寄っちゃうみたいなこう流行りがこうだから寄っちゃうんじゃなくてそれぞれしっかりさどのグループもさ流行りを取り入れつつちゃんとそのグループのらしさがさ出てる衣装なのがマジでいいよね今はあのリップグロスのやつが上がるのが楽しみきっとね販売発売 が始まったら来ると思うんですけどまじでかわい,いテンション爆上がりそうメイクとかもそうだけどね髪型髪型とかもマジですごいなって思うことばっかだけど 最近私が一番びっくりしたのはさひななさんがさなんだろうあれ墨体かな墨体かなんかで「そのラブライブ!」のキャラクターの子の髪型やってたんだけどそのその髪型すごい不思議な髪型なんですよ。なんかお団子しててでなんかちょっと2本ちょろげが出ててでそのここに。 ここにお団子があって、ここからさらに何かチョロギがピョーンって出てるっていうなんかすごいもうザアニメキャラみたいな髪型してるんだけどそういうのもしっかり最近っていうかまあまあおされおされが関わってるっていうのもあるとは思うんだけど。 だとしてもねすごいなって思うしえメイクさんも神業だよだってさみんながさどんだけ頭ブン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 振ってもさ取れないじゃないですかもうなんかだってさ普段こうねじりハーフツインとか私やったりたまにとかするけどそういうのって別にゴム使ってなくてピンだけなんですよなんか飛んだと思った私の私のんかついてる。 ピンとかさ緩くなったりとかさしちゃうじゃん普通。耳かけとかもピンだけで止まってん。ピン二本とかでこれで止まってるわけよ。すごいよね。本当にでこういう髪型したいです。でたら もうひょいひょいひょいってやってくれるし私は本当に生誕の時にやった髪型がお気に入りすぎてまたやりたいんですよね生誕の時のはみんなからも評判だったし個人的にもすごい気に入ってて。 あれの時はもう完全お,お任せもう自分でこういう感じとかじゃなくて、まあ、ちょっと髪の毛が長かったからああい時間だった、ありがとうその時もこうオーダーの仕方が私もざっくりしててちょっと髪の毛量が多くてなんかこうバサってかかるのこう生誕だからこう嫌だからちょっとすっきりこの辺がすっきりしてる髪型がいいですっていう,もうなんか <laughs> 具体的にこういう髪型とかじゃなくてそういうオーダーの仕方したんだけど。 そしたらこんななんかさかわいい髪型にしてくれて「1時間ありがとう」教えてくれてなんかそういうなんかこうねもちろんごメンバーがさ「この髪型したいです」って言ったらこの髪型にしてくれるのもそうだし こうざっくりしたやつとかでうわなんか違ったなーみたいになることがないからすごいなって思うだからねそう武道館の時にやる髪型は、まあ、なんとなく決めてるんですけどあ楽しみにしててほしいなって思います。 あそうなんかこうなあみの頭の形はこうだからとかうされさん強よく分かってくれてます。っていう感じです。じゃあちょっと1時間経っちゃったので終わりますね私はそこに洗濯物が干して取り込んだだけで。 昨日の夜から放置されていて、本当、この誘が畳まないとちょっとママに、この,街の部屋に突っ込まれそうなので、それをやります。視界にはないんです。リビングにあるんですけど、これを畳まないとさすがに。 ドルールやるかわからないけどまあできるんじゃないかなわかんないなちょっとグレーでもそう明日を逃すとずっとほんとしばらくガチでもう本番までできなさそうだからやっときたいなーみたいな気持ちはあります。 でままたお知らせしますあリツイートといいねとリプありがとう <laughs> そうですよ私配信終わるからねもうあとでやるって言った皆さんお願いしますよ <laughs> じゃあラッキー57位から読みますラッキー57位はルットさんルルートさんルットさん 壇上13位ケンゴさん12位はぐれわしおりさん11位オーバーレブのマー君10位コージッキーさん9位佐藤みちひろさん8位ひろっぴさん7位デーマンさん6位チョコミントリスさん5位すぐるさん4位レスティーサポさん3位マサシアットワンネコさん2位主任さん1位お札どきさんありがとうございますおちょうどママが帰って はい、だけでキャッチフレーズして終わりますあなたのハートを吸引したいいつも全力ありがとうございました。急ぎ急ぎ急バぎバイバイおやすみ